ドジャース大谷翔平投手の愛犬デコピンの表情が話題となっている。大谷といる時とマミコ夫人といる時の態度の違いに、ファンはデコピン表情豊かでいいななどと注目している。大谷はこれまで何度も自身のインスタグラムにデコピンの写真を投稿。チャーター機に乗っていたり、ワインボトルを加えたり。米メディアにはデコピンを抱っこする大谷の写真も掲載され、デコピンも凛々しい顔で写っていた。ところが試合観戦中のマミコ夫人といる時は完全にリラックスモード。目をトロンとさせていたり、マミコ夫人の腕の中に身を委ねたりと可愛らしい表情を見せていた。大谷、マミコ夫人のそれぞれといる時の様子が違って見えるデコピンに対し、SNS 上には大谷さんといるとワルガキ感。マミコ夫人の横だとペットらしい感じ。マミコさんの横にいてくれてよかった。デコマミは本当に幸せ者。といったコメントが寄せられていた。大谷との写真は近くに知らない人カメラマンや記者が、周りにいるから緊張した面持ちで、マミコさんとの写真は、遠くから撮ってるからリラックスしたいつもの表情なのでは？大谷との画像は買いたてで慣れてない時期でもあると思うけど、マミコ夫人の方が長い時間過ごしてるから仕方ない。感情があるからね。そりゃ態度は違うさ。そこは人間と同じ。その家の主が誰か、を察知するのは敏感だと聞いたことはあるよ。旦那といる時はかしこまった表情で、奥さんといる時はリラックス、というのは、よくあることやん。デコピンってジャパニーズサラリーマンの、おっさんより良い昼飯食ってるんだろうな。大谷といる時はちょっと緊張した面持ち？マユコさんといる時はリラックスしているような。動物は人を見る目はシビア。家族がどんなに世話をしても、一家の主人が帰ってくると一番媚びせつらう生き物。動物園でも飼育係の新入りは舐められる。犬は大谷が主人と決めているので、大谷には緊張感があり、嫁さんはどうでも良い人。優しいママと、俺が面倒見なくちゃいけないやんちゃな弟との差やな。